何してんだお前。寝てろデブ。なんか言ったかカス。夢見ちゃったカスの4年間もめでたくゲームオーバーだ。壊れちまいな。戦場だ。これまで小さな体格の小早川瀬名が持ち得なかったもの、自分の仲間たちのためならば害なす敵は何人たりとも打ち砕いてやるという凶暴なまでの戦士の意志。抜いたなんてやつだ。腕の攻撃に集中させてここで、さらにデビルバットゴーストからハリケーンの連続技でアゴン君を抜いたか。いや、まだ。くあ、これで抜けねえのか。新速のインパルス、ダメだ。新速のインパルスで動きを見切られてから反応されちゃうんじゃん。動きを見切られて、そうか、終わりだ。見えない死角からアゴンのヘルメットを腕で押さえつけた。見てから超反応できる新速度インパルスも見えなきゃ何も。セナ、このカスが、こんなカスが。身を捨ててボールを守るんじゃなくて自ら攻撃に行く。セナのやつ、俺が教えた以上のことをまた進化しやがった。発動。信じられない。この瞬間、小早川セナは最大の脅威となった。守り移転するんやなかったんか、ウニヘイ。アイシールド21、小早川瀬名君にとってこの試合初のタッチダウンということになります。まさにデーモンデビルバッツのなんという執念。前半の絶望的点差から、あと7点、ワンタッチダウンで同点。